今年8月に第一子の出産を発表した女優の土屋太鳳さんがママとなって初めて公の場に姿を見せました。土屋太鳳さんが姿を見せたのは高級服飾ブランドディオールクリスマスシーズン限定ショッププレビューイベントです。白いシャツとバタフライをモチーフにしたレースのスカートをワンピース風に着こなして登場。今日は本当にディオールの、お洋服を着させていただいて魔法にかかっている気持ちなんですけれども、今回のポイントはこの蝶々のスカート、すごくこう着ているだけで身も心も自由になります。そして私153センチなんですけれども、オーバーめのシャツって憧れなんですね。で今回はこの素敵なアクセサリーで縦ラインを作って、とても遊び心のあるスタイリングをしていただきました。私は小さい頃から子供の頃からサンタさんに直接プレゼントをもらっていたので、ある年に手紙を渡したらその次の年に手紙を返してくれたんです。なのでその手紙を実家の本棚に大切にしまってあります。信じてらっしゃいましたか？いや本当に来てたんですよ。うちフィンランドの本当にフォッフォッフォーでちゃんと妖精さんと2人でこう夜中2時ぐらいにこう歩いてきて、で通訳さんがいて、でちゃんと大きいこうプレゼントで木の靴履いて来てくれたんです。多分ね、2人で親が多分やって頑張ってくれたんだろうけど、本当に直接サンタさんから12月23日に家をきれいにして、でクッキーと炭酸飲料を置いて待ってるっていうのが恒例でした。めっちゃ本格的でした。はい、素敵な演出を親がプレゼントしてくれたのだなと思います。8月に第一子の出産を発表した女優の土屋太鳳さんがママとなって初めて公の場に登場。テレビ朝日 AI アナウンサー花里ゆいながお伝えしました。